個人的にはですね、新品で購入した価格に対してですね、半額以上で売れれば、リセールバリューが高いと。こちら新品の価格がですね、税込みで31万3500円なんですけれども、買取価格、備品ですね、が、なっておりますので、売り時。ゆるゆきのすけです。本日はギターの話題ということで、リセールバリューの高いギターをご紹介していければと思います。そもそもリセールバリューとはっていうところなんですけれども、資産を購入してその資産を売る時の価値というふうになっておりまして、例えばですね、ギターを30万円で購入して、そのギターを売った時の金額が20万円だとしたら、マイナス10万円の損というふうになるんですけれども、個人的にはですね、新品で購入した価格に対してですね、半額以上で売れれば、リセールバリューが高いというふうに、エレキギターにおいては言っていいんじゃないかなと考えております。逆にですね、例えば30万円で購入したギターが5万円前後でしか売れないよということになると、そのギターはですね、リセールバリューの低いギターだというふうに考えていただければと思います。ただしですね、学生であったりだとか、これからギターを始めたいんだという方に関しましては、購入を検討しているギターがですね、3万円から7万円ぐらいのエントリークラスのギターであればですね、リセールバリューっていうところはそんなに気にしなくてもいいかなと思いますので、好きなものを1本目として購入された方が良いかなと思います。そこからですね、どんどん練習をしていって、2本目が欲しくなってですね、20万円とか30万円ぐらいのですね、フェンダーのストラトが欲しいとか、ギブソンのレスポールが欲しいとかっていうような方に関してですね、こちらの動画が参考になればと思います。売る時で月に100万円以上の利益が出てる買取店が増えてきてます。今なら買取集客の成功と失敗の事例集を無料でプレゼント。詳しくはコメント欄から。ではですね、まずリセールバリューの良いブランドをご紹介していくんですけれども、当然ですね、人気の高いブランドの方がリセールバリューが高い傾向がありますので、比較的ですね、高額で買い取ってもらいやすいブランドをご紹介いたします。一覧がこちらです。フェンダー、ギブソン、PRS、グレッチ、サー、ジェームス・タイラー、トム・アンダーソン。このあたりはですね、比較的高額で買い取ってもらいやすいところかなと思います。個人的にはですね、PRS はちょっと元値が結構高いので、リセールバリューというところで言うと50%以下とかになっちゃう可能性はあるんですけれども、それでもですね、20万、30万とかで売れる場合はありますので、入れているというところでございます。本当にですね、王道のブランドが高いというところになっておるんですが、買う場合、そして使っていく時の注意点なんですけれども、かなり高額ではあるが、そのブランドの中でもめちゃくちゃマニアックなギターですとか、フルオーダーでですね、作ってもらったギターだったりすると、やっぱりリセールバリューが低い傾向があります。やっぱり需要と供給の問題がありますので、あまりにも改造しすぎているとですね、そのスペックを求めている人っていうのが少なくなったりしますので、その点はまず一つ注意してください。またですね、ギブソンのもう王道のですね、ヒストリックコレクションとか、フェンダーのカスタムショップなんかもですね、改造しまくっちゃうとですね、売却時にめちゃくちゃ安くなってしまうことがありますので、ご注意ください。例えばレスポールなんかにですね、ボディの部分を削ってフロイドローズをですね、つけてしまったりとか、まあ、中身の配電ですよね、コンデンサー変えたりとか、あとはスイッチ変えるとか、ボリュームのノブを純正にしてないとか、ペグも純正から変えてる、あとはピックアップの部分を純正から、例えばですけど単管に変えて、オリジナルのピックアップはどっか行っちゃったみたいなことになりますとですね、そのギターのスペックが変わってしまいますので、そうなった場合、元の購入金額に対して安くなる場合がありますので、ご注意ください。売り時ではですね、実際にどういうギターだとですね、リセールバリュー高いのかというところをですね、いくつか調べてきましたので、そちらをご紹介いたします。今回はですね、リセールバリューを意識する上では、このあたりだよねっていうブランドで、フェンダーとギブソンでご紹介できればと思うんですけれども、現在のフェンダーの代表的なですね、ストラトキャスタータイプの商品がこちらです。アメリカンヴィンテージ2、1957年のストラトキャスターということで、1957年製のストラトキャスターのですね、スペックを踏襲した新しいモデルというふうになっておりまして、かなりフェンダーの中ではスタンダードな商品になっているんですが、こちら新品の価格がですね、税込みで31万3500円なんですけれども、買取価格、備品ですね、が18万円となっておりますので、買取率みたいなところで言うと、新品価格に対しては 57.42% となっております。続いてギブソンですね。ギブソンは代表的な商品がこちらです。レスポールスタンダード15ズヘリテージチェリーサンバーストでございまして、軽音のユイちゃんが使っているギターですね。もう王道中の王道だと思うんですけれども、こちら新品の価格が27万9800円、備品での買取価格が14万5000円ということで、買取率としては 51.82% と
というふうになっております。やっぱりですね、王道のブランドの中の王道のモデルっていうところに関してはリセールバリューとしては 50% を超えてくるというふうになっています。ここからはですね、私の、まあ、個人的なおすすめなんですけれども、ギターに関してはですね、もちろん新品で購入したいという強い意志があればぜひ新品で購入いただいていいんじゃないかなと思うんですけれども、中古品で購入されるのも選択肢としてぜひ持っていただきたいなと思っておりまして、例えば先ほどご紹介したフェンダーのアメリカンヴィンテージ2の1957年のモデルですと、中古品でですね24万円で購入ができるというふうになっています。そうするとですね、24万円に対して備品だったらって話なんですけれども、まあ、18万円つくということになりますので、その場合のですねリセールバリューは 75%、 ギブソンのレスポールスタンダード15スヘリテージチェリーサンバーストの場合は中古だと24万8千円ぐらいのものもございますので、そうすると約 52% だった買取率がですね 58.47% まで引き上がるという形になっておりますので、購入を検討しているギターがですね新品だけではなく中古でも出ていないかっていうのはぜひ一度ご確認いただければと思います。私もですね昔にですねリッケンバッカーの330をですね購入したことがございまして、近いのがこちらの画像になるんですけれども、そしてこちらをですね個人売買のまあフリマアプリ等でですね10万円ほどで購入をしまして、でそこからまあ学生時代3年間使い倒してですね、またあのフリマアプリで出品をしたら10万円で売れたという形でございまして、実質その3年間ただでリッケンバッカー330を使っていたみたいなことがありますので、ギターに関してはですね新品から中古になる時の落差が結構激しいので、ちょっとそこを何とかしたいなと思われる方に関しては、中古ギターを販売している店舗さんでの購入であったりだとか、トラブルになるリスクだったりとか、状態が違うものが来てしまうリスクみたいなところを許容できるのであれば、フリマアプリだったりオークションサイト等を通じてですね購入されると費用対効果高くといいますか、ギターが使えるかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ただですね、個人的な意見にはなるんですけれども、楽器屋さんをめぐってですね、一目惚れしてしまった本当に気に入ったギターっていうところはですね、もう悩む理由が価格なのであれば、私はもうブランドの価値だとかリセールバリューだとか、そういったものをですね、気にせずにもう購入された方がいいとは思っておりますので、あくまで売却時のことを考えた上でギターを購入したいというお考えをお持ちの方に対して参考になれば幸いです。最後にですね、売却時のそのリセールバリューというところ、まあ最強なのは何なのかみたいなところでもし考えるのであれば、もうそこはもうやっぱりフェンダーのストラトだったりギブソンのレスポールのですね、ヴィンテージを購入するっていうのがリセールバリューでプラスを目指すっていう考え方なんだったら、まあ、そこがやっぱり狙い目かなと思います。例えばですね、1962年製のストラトキャスターですね、こちらがですね、確か20年前か15年前ぐらいの価格だと80万円ぐらいで販売されていたものがですね、300万、400万超えているものっていうのも全然ありますし、62年じゃなくて50年代のストラトとかだったりするとですね、もちろん年代にもよるんですが、さらにそれ以上の金額になっているものっていうものもございますので、金銭的には糸目をつけないよと、とにかくその資産としてギターを購入検討したいんだという方はもうヴィンテージのギターをですねご検討いただくのが一番良いかなと思います。ということで本日はギターのリセールバリューについてお話をさせていただきました。この動画がいいなと思っていただいた方はチャンネル登録、高評価、コメントのほどよろしくお願いいたします。それではまた、広がれニュース。